どうも、佐藤です。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこちら、トレースですね。いつもの通りトレースからやっていきます。ナンバリングを間違わないようにしないとね、204ですね。ではトレースからいつも通りやっていくんですけども、今回顔が見えにくいな。そう、今日は多分8月の2日かな、動画がアップされてる日も2日やと思うんですけど、実は昨日1日ですね、8月の予定みたいなのがバッて貼り出されたんですよ。お盆休みがねないんですよ、なぜか。で、あれ？と思ったんですよ。あれ、お盆休みはないのかなと思って、で、休みと別にスケジュールっていうのも貼り出されるんですね。で、そのスケジュール通りできないと残業になるし、スケジュール通りできると、まあ、極端なことと言うたら早く帰っても多分文句は言われないです。なんか終わったんで帰りますみたいな感じ、今日は早く帰りますみたいな感じで言うても多分怒られないんですよ。まあ、むちゃくちゃなことしたらダメですよ。適当に仕事終わらせてとかそんなのはダメですけど、ちゃんとチェックとか全部終わらせて OK が出れば多分帰っても文句は言われないような職種なんですけれども、あれ、お盆休みがないぞと思ってスケジュールを見ると、もうありえないぐらいのスケジュールが組まれてるんですよ。いや、誰がこんなんできるのっていうような、1日8時間労働で何のミスが一つもなくやっても多分できやんやろうっていうような感じなんですね。で、こういうのがあると、まあ聞かれた方も多いと思うんですけど、デスマーチっていう言葉があるんですけど、死の行軍っていう、死ぬまで歩くことをやめないみたいな感じなんですけど、終わるまで仕事を続ける、いつ終わるんですかね、できたら終わりっていう。で、そうなると、まあ、うん、辛い人はもうそれでねダメになったりしますからね。そう、もうその予感しかしないですね、8月は。いやーきついぞ。さてさてさて、そんなこんなちょっとビビってる間にどうだ。はい、毎日は絶対できへんやろうな、8月は。とりあえず5分測っていきます。はい、5分です。今回ちょっと書き方変えました。自分今回のねポーズね、ちょっと自分でもなんていうやろ、なかなか納得がいかんというか、うまいこと描けなかったんで、いつも自分がオリジナルのイラストを描くときに描く方法で描きました。まあそれでもずれるもんはずれるな。はい、どこに型やな、書き始めたここですね。ではとりあえずチェックやっていきます。
できましたね。ささっと書きましたけど。へへへへへへ、ずれてるなぁ。まあ、やっていきましょう。書けましたね。では、チェックしていきましょう。まあ、こんだけずれてるんですけど、いつもの自分の書き方っていうのが、最初に大当たりをつけて、そこから実線を引いていくっていうパターンなんですけど、今回合わせたのはここです。顔がほとんど見えてないんで。で、そうするともうこんだけずれるんですよね、やっぱり。こんだけずれてるんですね。で、よいしょ。顔がないと描くのが下手っていうのは、こういったところにもやっぱ出てるのかなと思います。いつもよりね、より下手になってますからね。よいしょ。こんな感じかな。こんだけずれてます。よっと。こんだけずれてますね。高さもこんだけずれてますね。へへへ。それで言うならもう首もこんだけずれてます。よいしょ。で、胸がこうあって、僕が書いたのはこうなんで、もうここに至っては方向もずれてますね。こうと。こうなんで。このポーズやっぱ難しかったです。もうちょっと練習したいなと思いますけれども、特に後半になってきてから、描けなかったですね。ここも。多分形はそんなにずれてないんかな。膝の高さとかも一緒なんで。あ、違う。そうですね。よいしょ。こんな感じですかね。もうサクサク書いてますね。なんかズレが大きいのがよくわかる感じですね。はい。見てみて、やっぱり顔ないと難しい。顔あっても難しいけど。本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。